ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そして5年後、10年後、50年後、100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2679年令和元年12月21日土曜日です。後期2679年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された西暦ですと紀元前660年を元年としております。ここは東京新宿駅南口です。目の前の甲州街道を挟んで目の前にバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後6時5分、気温は10度です。こんばんは。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で訴え続けております長谷川隆です。こんばんは。政治団体君の会、長谷川隆です。皆さんこんばんは。あなたもここで街頭でスピーチしませんか。社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。今日テレビ新聞報道機関マスコミの露骨な偏向報道、印象操作、時には嘘の報道、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、あえて日本を貶める、日本を貶める、反日に偏った、こんばんは、反日の報道が繰り返されているのが現状です。公共放送 NHK までもがこのありさまです。私君の会長谷川隆はここ東京新宿駅南口で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。これは私たち国民の選挙による議会制民主主義を守るためです。今日のように偏向報道、印象操作、嘘の報道、これでは私たち国民の選挙による議会制民主主義を守ることができません。公共放送 NHK までもが嘘の報道、露骨な偏向報道、印象操作、このような報道が繰り返されております。皆さん、公共放送 NHK、 もちろんね、民放の放送、新聞、テレビ、嘘の報道、偏向報道、印象操作に騙されないようにしましょう。偏った、日本を貶める、反日の報道に騙されないようにしようではありませんか。こんばんは、ありがとうございます。